さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今年のオフシーズンも W リーグは移籍が注目を集め、新シーズンどのようになっていくのか注目されています。その中でも新シーズンで移籍がフィットし活躍が期待される選手を今回はベスト3形式で個人的に3名取り上げていきたいと思います。それではまず2023年に移籍が成立した選手を見ていきたいと思います。2023年は全部で20名の移籍が成立しました。ちなみに2022年の移籍は22名だったので少し減った形になりますが、ただここに載せていませんが、安間選手が古巣に復帰したり、吉田選手が現役に復帰したり、エブリン選手がデンソーに加入するなど、総合すると動きは多かったと思います。それでは2023、2024年シーズン、個人的な注目の移籍選手ベスト3を紹介したいと思います。まず3位は、アラン周りに移籍した佐藤京香選手。トヨタ自動車から移籍加入ですが、トヨタ自動車自体は分厚い戦力の中でなかなかプレイタイムがもらえず、活躍する機会は少なかった選手。しかし持っている能力は高く、アラン・マーレでは飛躍が期待されます。佐藤選手はもともとは攻撃的な選手で得点力の高い選手。アラン・マーレは得点面に課題のあるチームで、そんなチームにとって即戦力として期待が大きいと思います。アラン・マーレは攻撃が苦しくなった時の選択肢が少ない課題がありますが、佐藤選手の武器でもあるドライブはチームの助けになると思いますし、本来持っている能力を発揮すればアラン周りにとって大きな戦力になると思います。佐藤選手としてもプレータイムを求めての移籍だと思いますが、チームとしても選手としてもウィンウィンとなる移籍になりそうだと感じます。昨シーズンのアラン周りは8勝と飛躍を遂げましたが、その要因の一つが移籍加入した北川選手の活躍があったと思います。昨シーズンの北川選手のように、新シーズン佐藤京香選手が飛躍を遂げることができるのか、注目だと思います。続いて2位は、富士通レッドウェーブの林咲選手。エニオスから富士通へ移籍、W リーグファンを驚かせた移籍だったと思いますが、新シーズンどんな活躍をするのか、注目を集めていると思います。エニオス時代、チームより先に日本代表で活躍する方が早かったという、珍しいキャリアを持っている林選手ですが、シューターとしては日本トップの選手だと思います。昨シーズンはディフェンスなども含めて数字に現れないところでの活躍でチームに貢献していましたが、相手からのマークが厳しいとはいえ、林選手の能力を考えると平均得点 5.69 というのは少し寂しい数字でもありますし、エニオス自体がインサイドを軸とするチームということもあって、林選手の得点が伸びなかった側面もあったと思います。そんな中、富士通へと移籍することになりましたが、ご存知の通り、富士通は3ポイントを軸とするチーム。林選手としても自身の能力を最大限に発揮できる環境でプレーしたかった側面があったと思いますし、富士通としても昨シーズンは武器の3が不調で、シーズン通してなかなか状態が上がらなかったシーズンでした。そういった意味で富士通としても大きな補強になっています。お互いに合致した移籍だと思いますし、林選手が能力を最大限に発揮した時にどんな活躍をするのか注目だと思います。そして個人的な注目の移籍選手1位は日立ハイテククーガーズの奥山リリカ選手。エニオスから日立ハイテクへ移籍加入。エニオス時代は将来を期待されていましたが、なかなか殻を破れていなかった選手だと思います。もともとはウィンターカップの1試合最多得点の記録を作るなど世代を代表する選手で、能力の高さは折り紙付き。エネオスでも 2-1-2-2 シーズンでは多くの試合でスタートで起用されるなど、能力の高さの片鱗を見せていましたが、昨シーズンはなかなか本来の力を発揮することができず、プレイタイムを減らしていましたし、怪我もあって不完全燃焼のシーズンでした。奥山選手としてもプレイタイムを求めての移籍だと思いますし、心機一転活躍したいという思いもあったと思います。日立ハイテクとしては昨シーズンチームとしての3が入っている時はいい試合をしていましたが、全体としては3の確率がなかなか上がらず乗り切れなかった面がありました。そんなチームに3も武器の奥山選手の存在は大きいですし、奥山選手としても本来持っている能力を発揮するシーズンになるんじゃないかなと期待しています。新しい環境で目いっぱいプレーした時にどんな姿を見せてくれるのか注目だと思います。ということで、今回は2023、2024年シーズン、個人的な注目の移籍選手ベスト3を見ていきました。
最初に見たように2023年は20名の移籍が成立し、各チームにとって非常に大きな要素となっています。今回紹介した選手以外にも2023年は大きな移籍が多く、シーズンオフを騒がせました。移籍といってもいろいろな形があり、ステップアップの移籍、プレータイムを求めての移籍、優勝受け負い人のような移籍など、人によって様々です。移籍はすぐに結果が出るとは限らない難しい面はありますが、どのような活躍をしてくれるのか、ファンにとっても注目が集まります。果たしてどの選手がどのような効果をもたらすのか、各チームの移籍選手にもぜひ注目してください。それでは今回はこのあたりで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。